はい、伊賀です。今回はですね、急遽堺に行きます。浜寺公園のねところの福栄堂さんというのがあって、まあ、ここが私の堺でお気に入りの和菓子屋さんということで、ちょっとこれからね急遽、月見系のね団子が今日と明日明後日までということなので行ってみたいと思います。はい、というわけで浜寺公園やってきました。じゃあね、これから福江戸さんに行くんですけども、ちょっと声かけしてね、買うときはまたゆっくり終わってから買いたいと思いますので、これからね福江戸さんに行ってみたいと思います。はい、じゃあ浜寺公園の中をね通っていきたいと思います。あの手ぶれ補正なしで行きますんで、ちょっと若干揺れますけど、お許しください。福江戸さん入りたいと思います。はい、そうです。じゃあ置いておきますので、よし、いらっしゃいませ。はい、というわけでね、福江戸さんに、買って確保をねしてきました。今回多分動画2本かな、福江戸さんの動画と、この浜寺公園来てね動画を多分作るんじゃないかなと思いますね。で、この浜寺公園は私が小学校も幼稚園の時から保育所の時もね、ずっといたんですよ、6年ね。でそこでここ浜寺公園はね石津というところに住んでたんですね。また多分今から行くと思いますけどね、はい、前後してるかもわかんないね、はい、住んでましたのでね、自転車でここまで来て遊んでたというねことで、いやーもう全然前回来た時からゴロッと変わったね、工事してたんでね、はい、すごく良くなってますね。はい、というわけでね、ちょっと光がすごいですけど、光と影がありますけどね。はい、ということで福栄堂さんでね、買ってきた商品をね少しご紹介させていただきます。この安豆腐ね、はい、これねあのでっち羊羹みたいな感じなんですけど、これでっち羊羹ではなくてでっち羊羹よりも美味しいですね。安豆腐あの本当にお豆腐みたいな感じ、うん、でっち羊羹こうなんていうのかな、ちょっとね独特のこうプルンプルン感あるんやけど、これねほんと豆腐みたいな感じ、安豆腐、これをね買ってきました。それとも最高のね、わらび餅、わらび餅ね、これを買ってきました。もう美味しいんだよねこれ本当に。それと、もう名物ね、もうこれがなくてはって、ショール団子ね、これを買ってきました。はい、それと、今日のね、目的だった月見団子ね、月見団子ね、これを食べたかった。はい、ということでこんだけ買ってきました。あとね、そう、名物沈殿どら焼きね、これも買ってきましたのでね、これまた帰ってね食べて食レポしたいと思います。はい、というわけで本日ね、大阪堺浜寺公園ね、浜寺の方に行ってきました。昔ね、石津に住んでおりまして、小さい頃ね、はい、その時よく行ってた浜寺公園にね行ってきましたけども、まあそこのね、福栄堂さんっていうのがあって、たまたまねそこを知って、それからちょっとね美味しいということで、今回も行ってきましたね。はい、何を買ったかね、ちょっと物をまずは写してみましょうかね。はい、ちょっと若干影になって申し訳ないです。今回買ってきたのは安豆腐ですね。
これでちおかみたいなんですけど全く違います。これ美味しいです。はい、それとわらび餅ね、これがねうまい。ちょっと時間経っちゃったんでね、どうかと思いますけど、どうなのかね、食べてみたいと思いますね。わらび餅これほんと美味しいです。それと、沈殿どら焼きね、これもうシンプルなどら焼き粒あんだったと思います。はい、これが大好きなんですね私は。はい、で、福江戸さんのね、メイン商品である小炉団子ね、はい、これも歴史があるだったと思いますね、黒と白のねあんこで包まれた団子、一口サイズね、美味しいですね。そして今回ね、目当てとしては月見団子ね、これが目当てです。はい、これがね、今日とあさってまでということでね、期間限定の貴重なやつですね。はい、これをちょっと食べてみたいと思います。はい、じゃあね、ちょっと早く食べたいので、まずはわらび餅ね、わらび餅からいきたいと思います。これがねマジうまいんだよこれ本当に。お餅がやっぱりねちゃんとね、本当わらび餅でも美味しい。で きな粉ね、じゃあちょっと もっちりね、はい、いくよこれね。プルプルいきます。うん、わらび餅っていう感じ。あーうまい、このきな粉がいいね、ちゃんとね美味しいきな粉。うん、うまい。これ一気には食えないのでもうちょっと冷やしてね食べたいなと思いますね。はい、じゃあ次ね、どれいく、あん豆腐いきますか。あん豆腐ね、あん豆腐いきますね。これね本当にねでっち羊羹みたいなんやけど、でっち羊羹じゃないのよ本当に。これねちょっとカメラ切り替えようか。このね本当にこのもうこのこの弾力わかる、弾力、このもちもちっとした感じ。いやこれねほんとすごいのよこれ。でっち羊羹は本当にシュッといくんやけど、こうもちもちしてるでっち羊羹みたいな。はい、ほんともちもちしてて、このなんだろうねこれもう取れないよ、もっちりしてんのよこれ。このねこうもちもちしてんのよ、もちもち。スルッという感じが、もっちもっちしてて、もうほんと、もうなんだろうねこれなんかねわらび餅とそのでっち羊羹の間みたいな。うん、これね、ほんとにねこの感じがでっち羊羹のようでわらび餅みたいな感じっていうのが、であんがね、あん豆腐っていうぐらい、ほんと豆腐。もうすぐ滑らか、本当にお豆腐のあの滑らかさっていうか、絹ごし豆腐のね、で豆腐もそのスッと切れるけど、で餅っていう感じがあって、わらび餅のあそこまでこうなんていうの、切れにくいってことじゃなくて、だから中間ぐらいなのかな、そんな感じがしますね。はい、じゃあ次ね、沈殿どら焼き、沈殿どら焼きね、これをいきましょう。はい、これもシンプルなねどら焼きになります。でこういうね粒あんが入ってて、もうねこの生地がマジうまいのよ。うん、生地がなんだろうね、生地がねものすごい、もうなんか違うんだよね、生
生地が美味しいし、普通にあんこがちょうどいいのよ。で甘さもちょうどいいしね。ね。食感が優しいっていう。でこの生地の若干の甘さとあんこの甘さがちょうどいい感じ。甘さのグラデーションっていうの、なんかそんな感じが美味しいですね。で、すいません、ちょっとね、あれなんで、チンチン電車のね、あのチンチン電車の夜勤がちょっとすいませんね、あります。はい、ということで、あのどら焼きもやっぱ美味しいね。うん、やっぱね、そういうこう和菓子をね作ってるどら焼きっていう感じがして美味しいです。はい、じゃあね、次はまあこのね、ショール団子って言って、その福江戸さんのね、あのメインの商品っていうかね、もう定番、あのこれがもう福江戸のお団子っていうね、白と黒のね。でこれをまず白いってみましょう。白ね、はい、うん、キレワンのね、優しい、甘くないのあんまり。で中の団子ね、あーやっぱいいね、落ち着くね。うん、じゃあ黒ね、黒いってみますね。黒、あのやっぱりね、微妙にあの黒はもうあんこの黒でね、あのほんと黒、普通の小豆あんと白あんとで、私はやっぱ黒が好きですね。はい、これね、あ、やっぱ黒がいいね。黒がなんかやっぱ好きです。白もね美味しいんですよ、美味しいんやけど黒の方が好きです。ちょっとあんこ舐めてしまいました。はい、じゃあいよいよ今日のね主役、はいね、月見団子ということで、いやーこれちょっと待って、あ、これ4つか、大丈夫かな。ガストさんにね差し入れしたんですけど、喧嘩ならないかな。いやーいいね、はい、こういうね、いやこれね、ほんとお皿に入れて写真撮った方がいいんだけど、ごめんなさい、今日はね、食、はい、じゃあちょっとこれをね、一口いただきたいと思います。これはもう大体予測つくよね、あんこと団子でね、この甘さがどうか。うんうん、あの小炉団子のやっぱ黒のね、黒のあんこの方に、でその団子かな、うん、なんか小炉団子の変形版みたいな、これ食べ応えあっていいね。うん、うーん、あー、なるほどね、あんこが小炉団子よりしっかりあって、でお餅もね多いので、お餅もね多いので、まあ小炉団子の黒の小炉団子の変形版が同じなのかな、まあそのあたり聞いてないんですけどね、なんか小炉団子のその食べ応えある版で、あんこもしっかり感じられてね、で甘すぎない、ちょうどいい甘さで、団子はねあるから、団子が多いよね、比率もあれで。うん、いやこれいいですね、ショール団子じゃないのは月見団子ね。うん、おいしいおいしい、まあ、これ全部食べるわけいかないのよ。うん、おいしいおいしい、面白いねこれ。まちょっとね、まだ冷えてないのよ、冷やしたらまた美味しいのかもね。まあ、ちょっと冷えてるんですけどね。
もうあと1時間ぐらい冷やしとけばまた美味しいかもわからんね。はい、ということでね、今回その福江戸さんでね、いつも買ってるわらび餅ね、あん豆腐で、ショール団子で、沈殿どら焼き、さらに今回は期間限定のね、今日と明後日かな、9月29日かな、で、限定のね、月見団子ということでね、いただきましたけど、この月見団子やられたね、ほんとこう個人的には精霊団子をこう、なんだろう、変形して表現して、こうあんことね、お餅がまたこう増加してバランスよく美味しかったです。で、月見団子以外はね、あの浜寺公園のね、駅の近く、阪海線ね、新人電車のこう降りた向かい側のお店があります。で、南海本線ね、浜寺公園駅から浜寺公園に向かっていただいたら、信号の手前ね、はい、国道の手前にありますからね、まあ、ぜひ一回行ってみていただいたら、インスタとかもね、やって、今日ね、本当インスタを見て行こうと思って買ってきたのでね、そのためだけってことはないんやけども、それがあったから行ったというね、ぐらいなので、あ、行ってよかったと思います。はい、福江田さん、美味しかったです。またね、来年も行きますのでよろしくお願いいたします。ということで、和菓子いただきました。星100個です。